ゃあこれ解除なかったら最後 A タイプでもうジャグラーであれします。うん、ジャグラーであれする。本当にひかりちゃんの様子を伺いつつ最後はもうジャグラーに頼るしかない。もう残りでも400枚ぐらいだからビッグとレギュラーポンポンと引ければまだ勝ちは見える。あった、怪獣連だ。出た、あれヒデビル今日何回もバトってる。任せろ。あーこれは熱いチャンス。やった、金出た。確定きました。あ、ボタンを押させてくれない。今回は63ゲームでハッピータイムをいただき、みゆゆよっしゃ、よし、ウレピーやったぜ。嬉しい。また何もできなかった。50回の岩55枚なんとも言えない。ちょっとずつ本当に増えてはいるんですけど、そう増えてるんだけどそれじゃダメなんですよ。まだ足りないんですよ。ATN 系81ゲームなんですけども、ここで解除がなさそうなので終わりにします。最後はこの出玉を持ってジャグラーに一勝負かけたいと思います。はい、5セット1317枚。この後もあるんですよね、確か。あ、ここまでか。おっしゃ、いい感じ、いい感じ。やばい、ドリアン飲んでから本当に気分悪い。やばいです。最初の方がマシでした。まだだんだんちょっといつかそのうち限界来たらトイレに駆け込むかもしれないですけど。あ、あのお花を摘みに行くんでその間ちょっとあの少々お待ちくださいって、お花の画像と一緒に。早いもので6セット1545枚お願いしますよ。うわー、どうなんだろう。うわー、やばい。まあ、とりあえず半分は帰ってきたかなぐらいですね。何も弾けなかった虹が終わりをお知らせします。というわけでですね、ただいまのお時間をもちまして本日の実戦終了となってしまいました。結果の方はまたエンディングの方でお伝えしたいと思いますので、アイドルらしくなくてすいません。なんじゃ今の、よだれ出た。
持ってる。最後移動するの？これでやめ？やめます。やめる？ちょっとだけジャグラー打ってくるね。はい。めっちゃ持ってる。やばいでしょこれ。うん、ちょっと欲しい。ちょっと欲しいですね本当に。それはそれもう忘れてるのかなと思ってたんですけど覚えてくれたんですね。じゃあここにしよう。ビッグ1回のレギュラー4回引いてるこちらの台で最後は頑張りたいと思います。お願いします。アイドルポイントのなんか必勝考えてくれたんですね。出た出た出た。そのことだけは触れてほしくなかったところだ。やってくれたらってのはいろいろあるじゃないですか。どれくらいのあれでどういうやつでどういう感じでとか。うん運動、うん、うん、ウケるな。まあそれはまあ有名は有名か。ナイキス運動しよっか。今回はトキポイ12ということでアイドルポイント獲得するために今からナイキス運動をやります。いきますね。ああもういいよ。じゃあバッテリーじゃあもうやっちゃう、やっちゃう。ナイキス運動開始。君のことが好きで好きで好きでたまらない。気分して I love you。 はあ、どれどのピエロとこれ。I love you 感じ。アイドルじゃなくてギャグじゃないですか。もう恥ずかしいわ。え、今ので本当にありがとうございます。逆に本当にありがとうございます。こんなね最後にしょうもないものを見せられて皆さんちょっとご立腹かと思ということで今回はこれしか出玉ないんですけども、ひかりちゃんの結果結構持ってたんで、でも投資が分かんないからね、まあ、マイナスはマイナスなんですけども、最後このアイドルポイントが生きるか、さっきの TikTok は無駄だったのかわからないんですけども、エンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今回ときぽい12ね、はいはい、白鳥 VS 虹ひかりちゃんということで、はい、どうだっただろうね結果ね。めっちゃ気になるんですけど。いやね、なんかお互いあんまり実践の様子見に行かなくてさ、うんうん、最後ちょっと見に行ったらさ出玉たくさん持ったじゃん。それがプラスで終わってるのかマイナスで終わってるのかもわからないから、はい、ドキドキしてる。いやでも凱旋打ってたんで投資が相当いってる可能性も全然ありますよ。そうだね、私ももしかしてあんなしかなかったけど、うん、投資が少ないかもしれないもんね。本当だ、わかんない。しかもじゃあ結果お願いします。はい、お願いします。まあドキドキする、本当に嫌だ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。嘘嘘嘘、勝った。なんでアイドルポイントめっちゃ稼いでるじゃないですか。なんで、あれこれがなかった、あれさっきのがなかったら、え、12-5、それでも勝ってた。あ、よかった。やばいやばい、結構な差が開いてますね。これやっぱミニゲームがさ、お互い接戦だったってのがさ、はいはい、うん、これがどっちか2問目か3問目ミスってたらかなり競ってた。わあ、ね、マジか。でも3枚は0ポイントお互いで、アイドルポイントがちょっと倍もらっちゃって、はい、ミニゲームも同点ということでアイドルポイントの差が出てしまって、あーやっぱアイドルです。ゆうさん、アイドルだわ。ちょっと、いろいろあったから見てほしい、何があったかは。あ、わかりました、うん、ちょっと恥ずかしかったから、あえては言わないけどね。はい、まさか。やっぱさ、お互い罰ゲーム得意同士じゃん。で、こういうのはね、だいたいね、5
ご褒美ってもらえない側なの。はい、わかります、すごいわかります。勝っちゃったよ。そう、前回も勝ったんだけどね。そう、すごい、すごい。私どうしよう、2連勝2連勝いいんですか。わーい、わ、ありがとうございます。何何何、お菓子に種屋だってことは、和菓子の羊羹、羊羹、種屋って言ったら羊羹だよね。すごい気になりますね。さあ、せーの、ポン。あ、まだだ。せーの、ありがとう。いくよ、せーの。お、なにこれ、おいしそう、すごい。なに、なんだろう、ぜんざいだ。うわ、絶対おいしいやつ。超嬉しい、やばい、ありがとうございます。あ、めっちゃ羨ましい。え、3000円じゃん、やばすごい、やった。今日、ま、あの3枚数で0だったってことでマイナスだったんですけども、もう笑顔で、お家に笑顔でめっちゃ美味しそう、やばい、やばいですね、これは。あんこ大好きなんで、え、本当に美味しくいただきます。ありがとうございました、本当に。ひかりちゃんには残念ながら、運が悪かったひかりちゃんには罰ゲームがあるということで、なんだろう、うわ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 、待って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 、私本当に本当にダメなんです、辛いのだけは本当にダメなんですけど。デスソースだ、デスソース。あ、自分の量、あ、自分で乗せていいんですか、自分で。え、ちなみにデスソースって口にしたことある？ないです、私もないんだよね。え、怖い怖い、もう匂いがやばい。え、ちょっとに、ちょっとにしよう、あの、フリじゃないよ、本当にもうね、すぐ関西人はね、でしょ、だからちょっとにしときなよ、本当、デスソース、ちょっとにしときなよ。え、でも本当にちょっとにしときなよ。本当、今日は具合が悪いんで、本当にちょっとにしときます。あ、いいね、一滴一滴一滴、いいね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 、いいじゃん。もう一滴でも怖いもん、これさ、タレ、舐めるの、舐めるんでしょうね、きっとなんか、ね、ペロっていく、怖い、ペロっといきます。うわぁ、みんな、でも、ひかりちゃんファンはちょっと嬉しいね、ペロっが見える。あ、怖い、ちょっとペロ、ひかりちゃんのファンの方、あ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 、怖い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 、もう一回、もういい、もういい、もういい、もう、あ、怖い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 、辛かった、汗めっちゃ出てきた。どれくらい辛いの？え、なんか痛い、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 口の中痛い、かわいそうに、頑張ったね、うん、痛い具合がもう、これ以上具合、あ、すいません、ちょっとあの、ペロペロしたスプーンですけど、あ、汗が出てきた、汗が、かわいそうに。でも、頑張ったね、みんな多分ひかりちゃんのこと好きになったよ、さらに今日またちょっと好きになってもらえたなら全然よかった、うん、もう絶対もうプラマイ心を打たれたと思う、本当プラスのことしかないよ、プラマイゼロぐらいちょっと好きになってもらえて、やっとプラマイゼロぐらい、うん、絶対そう。ということでね、今回は虹ひかりちゃんと白鳥美優のコンビで戦わせていただきました。はい、次回はね、一応今回11月で、来月12月で2018年締めくくりの収録があるので、もう見てる時には終わってるか、終わってないかな、ギリギリわかんないんですけど、応援にも来てもらって、2018年皆さん締めくくってください。はい、ではトキポイ12、ありがとうございました、また見てください、お疲れ様、お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。